を作りたい。熱にも強い最強の。前に共感の動画で、こんな感じで、盾を作ったんですよ。解放者に耐えろみたいな。まあ、ことごとく全部燃えてったじゃないですか。分数耐えるだけみたいな。俺の大事なところが映ってしまったって後日動画で出たさ、どうしようもない動画。でね、今海外の動画で、パイナップルの皮が、すごく耐熱性があって、火とか鉄球も通さないみたいなやつが。前に失敗したやつを、パイナップル使えば、成功させられるんじゃないかって。あ、作っていく？うーわ、強そう。パイナップルを10個用意しました。これをね、縦にくっつけられるようにしていきたいと思います。パイナップルをさ、切ったこと意外となくて、まずここ入れてみてね。いや、こんなさ、簡単にさ、包丁が入るのにさ、できるわけ、そんな。うちの皮がいらないじゃない。では。うん。切っちゃおうかな、わかんない。ドンって。うまそう。これさ、剥くってことだよね。で、これ、なるべくこの状態で残したいんですよ、皮を。この外側が超最強の耐熱っていうから、この、むずっ！ここまでいかないようにして、パイナップル食べる動画でよくない？え？あ！うまっ。贅沢。いけいけやん。うまっ。そしてこれが最強の盾になるんだよ。うわ、これぐらい薄くね、作っていこうかなと。パイナップルシールド。パイナップルシールドの素材。うまそう。めっちゃうまいやん。本当にうまい。うまい。うまいっすね。うまい。マジでうまい。ちょっとこういうシールド他にも探してさ、ひょっと見てもらおうよ。あちゃん。パイナップル。シールドをさ、いつもさ、丸にしたりさ、四角にしたりしてるじゃん。だけど中世の盾みたいにさ、こうちょっとわかる。逆三角のこういう丸いさ、これなんかこういう感じにしたい。こういう感じでさ、こんな感じっぽくなる。いいよね。よくない？あとはやすればかなり整うんじゃないかな。そしたら今度はこいつでパイナップル打ってきます。よいしょ。よし。すげえ。すげえ。パイナップルのシールドできた。ちょっとやばくない？ドラクエの鱗の盾みたい。取ってつけます。すげえ。パイナップルシール。できた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 。できたできた。できた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 。本当にできた。マイキー。すごくないこれ。ねえ。立てできちゃったよ。うわ。
ーパイナップル草。キャプテン、キョメリコー。できた、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 できた。マイキーやった。っていう感じで、今からですね、こいつの耐久度を試す、はい、動画を撮っていきたいと思います。はい、行っていくよ。一番上が違う。打撃力じゃなくて、耐熱力だってさ、知ってるじゃん。なんで仕込んでるの。その辺、うろうろしてます。耐久テスト、ナンバーワン。こいつは火出るやつ。結構な威力のさ、火が出るガスボンベなんだけど、こいつをもう、ちょっと当ててみます。それちょっと様子見てみましょう。行きます。3、2、1、ファイル。おお、強い強い。ああ、ちょっと向いてない。でも本当に耐えてる。よいしょ。焼けパイナップル。ストップファイル。どない。表面焦げたぐらいで、今までの中で一番強い、うん、ファイナル。キッキー君、キッキー君、ごめん、犠牲になってもらうよ。やだー。キッキー言ってんじゃないよ。ガメラの背中みたいなとか。確かすげえ。わあ、そうだ。まずい、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 まずい。キキ君、キキ君、キキ、カカ、キキ君。大丈夫。あ、すげえ。わあ、怖かったよ。かくいよ。検証結果、パイナップルの手最強。バンザーイ。全然わかんない。1枚、あ、ちょっとやめて、剥がさないで。え、なんで剥がすの。1枚目ブキズ、ブキズ、おお、すごいね。これちょっと、おー、なー、マジだー。新品、新品、こんなの新品じゃない。いいよ、いいよ、やめちゃった。トロトロトロパーン。なんか新品だったもん。そうなんだ、見えてるから。これ新品見えてる。おいしいじゃん。なあ、もうやった。ほんとにやった。え、もう自分で撮ったじゃん。自分で撮ったじゃん。人のせいにしないで。1週間話しかけないで。